るんですけど、あの日本が第二次大戦中にアジアの各地を侵略していって、でその過程でたくさんの女性たちを、まあ、性奴隷にしたって、そういう問題が今もまだ解決されていないということで、まあ、おばあさんたちに直接会って証言を聞くことを通して日本の中でこの問題を解決していくような運動を主に全国の若い人たちと一緒にやっています。おばあさんを呼んでお招きして証言をしてもらって、で私たちが今度はおばあさんたちの住む場所に会いに行って、でそこの地域の被害女性たちと交流。おばあさんのことについては、あのその周りにいる、マイケルさんもそうだし、周りにいる人たちがやり出したときは、あの、まだ見て、そばで見ているだけだったんだけども、実際に最初におばあさんを招いたときに話を聞いて、あの、怖くて体が震えるっていうのを初めて体験。戦争っていうのは、そういうものなんだっていうことが、初めて肌で感じた。例えば、台湾とか、これまでフィリピンの被害女性を招きして呼んで、中国のおばあさんを呼んだこともあるんで、その国から呼ぶと、その国の支援者と、また知り合いになるから、